はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望を大使、信長プレイ続きをやっていきたいと思います。で現在見ていただいているのが各国各大名の、勢力なんですが、ご覧の通り信長とその同盟国もしくはその配下大名の勢力がですね、青と緑で、表示されています。で目下、戦争中の武田にはですね、前回最後和睦の使者を送ってますので、和睦が成立するかなという目論みでいます。で、和睦成立後はですね、毛利を攻めつつ、武田との和睦が解けたタイミングで、兵糧が補充される時期に合わせ、再び武田領へ進行をかけていきたいというふうに思っています。では早速、続きをプレイしていきましょう。使いの武田から交渉が先に来てるね。信長の方から交渉の使者を送ったんですが、先に武田からの使者が到着しているので、兵糧戦で一旦和睦しましょう。長宗壁がガリガリ押してるな。長宗壁もそろそろね、叩いておきたいところにはなりますからね。報告いたします。そしたらこの後は毛利に対して宣戦を布告して、毛利領を食いつつですね、ちょっと長宗壁にも、まあ、ある意味誰が最強なのかっていうのをね、ちょっとここで示しておきたいですね。これより表情を行う。これで表情を終える。港見流砲術、これ欲しいな。配下にただ入っていないのか。鉄砲射程距離が増加するっていうのは欲しいですね。鉄砲精鋭を入れておきます。お、片桐勝元、あとは松川正義、この辺りが入ってきてくれるとだいぶ内政がはかどるんじゃないかな。では早速ですね、戦線を布告していきましょう。毛利に対して戦線を布告します。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。59日はちょっときついな。信長の59日を入れるととんでもないことになるんでやめましょう。まあやっぱり30日前後じゃないと兵糧がね、消耗が激しすぎるので、そこは考慮した兵員の配備にしたいけどな。そうか、これ見ると今ことごとく出兵しちゃってるんだな。そうすると数2万9000しか集められないってことになるの？51日かかるのはきついな。ちょっと一旦出兵を取りやめて、相手の出方を見ますか？信長も大納言まで上り詰めましたね。報告いたします。取引を行いましょう。しょうがない。そしたら覚悟を決めて兵を出しましょう。終結までにめちゃくちゃ時間かかりますけど、しょうがないですね。となればだ、兵数の少ないところ、岡部元信とかこの辺は削っちゃいましょう。忠勝も削って、どうせ動員するんだったら大兵力を動員した方がいいからね。
結局入れましたけど、忠勝はそしたら、どうする？鉄砲はやめよう。代わりに騎馬隊にします。で、信長光秀、忠勝、いや、ここも高虎、鉄砲隊はね、そんなにいらないっちゃいらないからな。いらないっていうか、まあ欲しいんですけど、鉄砲隊使いすぎると他で必要な時に困るんで、これでいきましょう。で、展開する場所なんですけど、どこで展開するかだな。一旦集結させて、あとは敵の動きを見ながら、こちらが先にね、戦場に到着できる、つまり陣が張れる場所を戦場に設定していきたいので、様子を見ながら布陣していきます。報告いたします。先月の収支でございます。で、すっかり忘れてましたけど、配属ですね。ちょっと前回最後にやっておけばよかったんですが、木曽福島、ここにも武将を配備していきます。飯田城にね、武将をしっかり配置しておきましょう。かしこまった。先月の収支でございます。これより表情を行う。困ったな。ここはちょっと三井以外まともないことを言うやつがいなかったけど、よし、この遠路行軍が来たのはでかいね。ついに待ってましたとばかりに遠路行軍が来ましたね。あとは水路も整備しておきましょう。干ばつの被害は最小限にしたい。そしたらいよいよ信長の行き先を決めていきますか。進め。そうすると元成が先に、動き出すか。どうする？先に信長としては興奮して先回りできるんであれば先回りしたかったけど、厳しいな。ガッサンと太政だな。進め。遭遇戦になった。指揮ならさ、指揮しなくても確実に勝てるんだったらこの数は指揮しないで勝ちたいよな。よし、これは大きいぞ。そうするとガッサンと太政だな。報告いたします。武将の質がものを言ったのかな、今の戦いは。取引を行いましょう。ありがとうございました。かしこまりました。取り囲め。合戦の状況がわからないとはいえだ、ここは陣を確実に取ってるんで勝てるでしょ。負けるか、マジか。うわー、ちょっとやらかしたな。さすが小早川だな。今の合戦に負けたか。先月
月の終始でございます。すかさず兵を起こそう。やられたな。皆の者、我に続け。完全にしてやられましたね。信長の7万がやられると思わなかった。兵糧13,400、兵糧欲しいけどな。どうする？一旦ここでまた和睦をしておいて、武田の方に兵を振り向けるか。いや、ここは合戦だな。ガッサンと太刀ぐらいは取らないと。報告いたします。先月の終始でございます。小早川に負けるか。これより表情を行う。これで表情を終える。ちょっと油断した感じになっちゃいましたね。さあ、集結が完了してどこで合戦するかだな。問題は行くぞ。進め。報告いたします。先月の終始でございます。取引を行いましょう。ありがとうございました。待機せよ。どうする？行軍して先に皆の者、我に続け。いや、敵は一旦開閉したな。であればガッサンと太刀に進め。兵を戻そう。この辺はね、情報戦ですよね。どこに向かうかと見せかけて実はガッサンと太刀に戻る。いたします。先月の収支でございます。さあ、米がまた入ってきたので、とはいえ赤松とはいつもの兵糧外交を展開しておきましょう。ちょっとでも上積みがあるに越したことはないので。取引を行いましょう。かしこまりました。おっと、謙信と交渉か。謙信が危ないかなって感じはするけどな。兵を貸してくれと言われれば貸す感じかな。ここは三好にもちろん兵を出します。で、さすがにね、その安土は貸せないかな。その他は貸してあげましょう。で、鉄砲をもらいます。かたじけない。包囲せよ。報告いたします。今北条は上杉と伊達両方と戦うことになる感じかな。そうなるとちょっと各国の勢力図というか、まあ、伊達と北条と、さらには上杉の各兵力をちょっと見ておきましょうね。どうなってるかっていうのは、操戦術はいらないからな。まだね、必要な時に打てばいいかなと思うので。さて、じゃあ今お話していたまず北条ですね。北条はというと、20万超えているわけだ。で、伊達が12万。ちょっと早かったですね。もうちょっと見ましょう。伊達が12万になっています。で、上杉が8万。なんで、まあ、北条と戦うには上杉、あとは伊達が組めば、まあ、十分に勝機はあるかなっていう感じですね。まあ、一方こちらは武田が弱体化している今、武田よりは先に毛利をある程度潰しておきたいですね。
さっきね、合戦を取らず、指揮を取らずに負けてしまったので、ここは確実に鉄砲隊を使って元就軍を撃破しておきましょう。おとり挑発作戦にしてだ。我にお任せください。おとり部隊を誰にするかだな。おとりをある程度数が欲しいんで、補修で鉄砲隊で、殲滅するっていう感じがいいかな。まあ、陣はこちらにありますからね。鉄砲隊の射程範囲内に敵を引き込むっていう戦いが多分ベストかなと思います。ご命令を始めるぞ。名簿覚悟せよ。行くぞ。ご命令を覚悟せよ。覚悟しろ。ご命令を、ご命令を。さあ始めようか。始めるぞ。ゲチよ、さあ行こうぜ。ゲチよ、覚悟せよ。問題はおとり部隊がうまく機能してくれるかどうかだな。鉄砲隊のね、射程内に敵を引き込みたいんで、そのためのおとりですからね。敵の居所掴みましたぞ。よし、まずはおとりに一人入りましたね。前では鉄砲を制射していきましょう。策のあるものがいるようです。どうぞお聞きくだされ。掴みましたぞ。突きあり、投げ払え。策のあるものがいるよ。投げ払えって聞くとクシャナ殿下を思い出しますね。風の谷のナウシカ。ゲチだ。どうぞお聞きくだされ。ご命令を。この策どう。さあ始めようか。始めるぞ。やっはは。勝てるとでも思ったか。敵の居所掴みました。やりたい。前へ。お、元成が突進してきてるな。小早川や、ちょっと出てないね。小早川高影も出たってるけど。敵を欺か。ゲチよ、さあ始めようか。ゲチよ、いざ進まん。ご命令を。どうぞお聞きくだされ。我が策ご覧くだされ。ゲチよ、覚悟せよ。命令してくれ。赤蔵ども、覚悟せい。もう毛利もここ再精鋭部隊を送ってきてるな。元就、高本、さらには小早川高影も入れてきてるからね。ここは確実に勝っておきたいところになりますね。そうなってくると放て。投げ払え。策のあるものがいるようです。ご命令を。始めるぞ。命令してくれ。ご命令を。ゲチよ、始めよ。この策で敵を欺か。ご命令を、始めるぞ。赤蔵ども、覚悟せい。まあ、陣がこちらにある場所で戦うっていうのはもうね、決戦での勝利の絶対条件ですからね。やりたい。前。
は引く。ここは元就と対して板政宗が先に撤退するのは仕方なしとしましょう。我が命に従え。問題はその始めるぜ。毛利勢の、お聞きくだされ。毛利勢というかね、ご命令を、被害をどう最小限に食い止めるかですね。ご命令を始めるぞ。引き際は心得ておる。格の差、思い知るがよい。仕方ない。元就を聞かせたので戦局はだいぶこちらに傾くはずなんですが、さすがに元就だけあってなかなか一気に押し込めませんでしたね。ただこのターンで終わるかな。さすがに下地、覚悟しろ。まあ、そのためにはこのターンをしのぎ切ることが大事なんで。覚悟せよ。この策でしっかりこれで決めましょう。この策どう？ゲッチ。これね、ちょっとでも油断して一気に2個3個と部隊が改装すると押し戻されちゃいますが大丈夫ですね。よし、これでも元就との決戦に勝利しました。さっきのね、やっぱり小早川高垣との決戦に、まあ、ちょっと横着をして指揮を取らなかったのが良くなかったかな。片付けない。ここは北条が勝利するか。伊達と北条はどちらかというと伊達に頑張ってもらいたいところなんですけどね。ではさらに攻撃して、新山城に兵を出しましょう。出陣するぞ。逃げ道を残すな。報告いたします。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございました。伊達軍 VS 北条軍だな。ここもここも北条が勝利するか。で上杉 VS 北条、ここは上杉が勝つ。ここの三つどもえの戦いは本当にいいですね。で長宗我部軍 VS 三好軍ですが、ここは荒木村重が、戦闘指揮を取っていて、まあ数的にも三好軍6万ですからね、まあ勝つでしょうと。ここも直接指揮を取った方がいいね。もう状況がわからないっていう時には確実に決戦の指揮を取って、勝利を重ねることが重要かなと思います。じゃあここは無人形でいこう。まあ、鉄砲隊を中心に据えた戦い方でいいかなと思います。行こうぜ。これが我が策にございます。いざ進まん。ゲチを始めよう。ただここに鉄砲隊があまり生きてこないのかなっていう戦場にはなってるね。ご命令を。行くぞ。鉄砲隊の配置をちょっと考えた方がいいな。できるだけね、鉄砲隊が生きる配置に鉄砲隊を配備したいけど、敵の動きがわからないからな。策のある者がいるようです。さあ始めようか。覚悟しろ。名簿。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。我が命に従え。ゲッチ、いざ進まん。敵の居所つかみましたぞ。
覚悟せよ。ゲチュウ、お、もう出番か。始めるぞ。名門、覚悟せよ。ゲチュウ、さあ行こうぜ。始めよ。ご命令を。元成も来てるね。放て。好機は今ぞ。好機。元成にどうだろう。張り付かれると鉄砲隊の強みがあまり活かせなくなるだろう。考えもんだな。策のある者がいるようです。ご命令を。この策どう。どうでしょう。お聞きくだされ。もっと突撃にしちゃった。突撃にする予定はなかった、ね。始めよう。いざ進まん。甘く見られたものだわい。我が軍、思い知るがよい。撃て。やりたい。前へ。今は引こう。よく狙い。よし、このまま一気に合戦の主導権を握っていきたいですね。ゲチュウ、覚悟せよ。いざ進まん。この策どう。我が策ご覧くだされ。我が命に従え。やっはは、勝てるとでも思ったか。どうしたかね。元成に目が行きがちですけど、元成を叩かなくても他の部隊を階層に追い込んでいけば自然的に戦意ゲージがね傾きますからね。ゲチよ、さあ行こうぜ。策のある者がいるようです。我が策ご覧くだされ。どうぞ策お聞きくだされ。若造ども、覚悟せい。あとは元成が撤退させれれば確実に勝利できるんだけどな。掴みました。今ぞ放て。今は引くぞ。策のある者がいるようです。この策どう。この策どう。さあ始めようか。始めるぞ。これで元成にね集中砲火を見せたいんだけど、鉄砲隊が3部隊だともうちょっとあってもよかったかなって気もしますね。4部隊ぐらいがいそうかな。そうすると粘るね。守りの方もう一押しかなっていうところなんですけど、油断してるとこちらの方もね改装する部隊が出てくるかなっていうところだったんですが、元成の本隊を改装させて決戦勝利ですね。カブトの王を締めよ。まあ、左近に任せておけばっていうところかな。ことじけなし。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。さあ、ではこの後の進軍ルートを考えておきましょう。まずは水戸屋城を取った後どこに向かうかなんだよな。山名の進軍ルートも取っておいてあげたいんで、どうでしょう。神鍋城は取っておいて、沖縄山、もしくは水戸屋の後だよね。山吹に向かう。まあ山吹に向かう方が無難かな。まあここはまだまだ兵糧があるうちにバリバリ進めていきます。で、長宗壁も一時の勢いはなくなってきているし、報告いたします。毛利もね、今攻めていて、武田も衰退の一途。となると、北条だな、怖いのは。ここはどうしても北条に勝てないんだな、伊達軍ね。包囲せよ。さ
さ、向こう城を取ったので、当初の予定通り山吹城に向かうか。でもな、あんまり奥に張り出してもちょっと守りにくいっていうのもあるけどね。どうする？まあでもここは山吹城に元就の8000が入ってるんで、ここを叩いておくといいでしょう。よし、信忠が入ってきたね。まあ、信忠もね、万能の能力は持ってますね。お、三好ちゃんの霊状が入ってきたね。幼女として。これで、どうだろう。伊達あたりと結んでおくっていうのも手ですよね。これより表情を行う。婚姻同盟を結ぶっていう意味で言うと。久しぶりに秀吉に、ライレン。このあたりはもう盤石の構えだな。これで表情を終える。お金も、まあ、このゲーム本当にお金ゲーって言ってもいいからな。まあ、兵糧マネジメントゲームって感じもしますからね。兵糧をいかに片付けない削っていくか、あるいはキープしていくかっていうね、そこがゲームのミソなんですね。取引を行いましょう。取り計らいます。あとは鉄砲の威力がね、ここのところの合戦で見ていただいている通り非常に強力なので、鉄砲をいかに集めるかっていうのも重要になります。毛利軍か、戦場が狭いんで、将兵の行方がわからないということであれば指揮をこちらは取りましょう。ただここはさすがに毛利軍の方に、陣が引かれているはずなんで、どうしようかなっていうことですね。我が力お見せしよう。まあ、基本的には敵が陣から出てきてっていうところを張り付いて戦う方がいいかなと思うんだけどな。覚悟しろ。ゲチよ。さあ始めようか。ゲチよ、覚悟せよ。さあ、敵の数は少ないので、一部の部隊は覚悟してもらおう。敵の陣を潰しにかかる方に割きましょう。策のある者がいるようです。始めよ。ゲッチ、始めるぞ。出方が全くわからない。そうするとだ、敵が動かないんであればこちらは完全包囲態勢を引きに行きますか。まあ、なんといってもね、こちらは部隊数が多い分、始めるぞ。今このまま進軍していけば陣を潰しつつ、陣を潰した部隊が敵の背後に回り込んで、完全なる包囲態勢を組めるはずなので、ちょっとそれを目論んでいきましょう。命令してくれ、命令してくれ。始めるぜ。これが我が策にございます。命を覚悟せよ。ご命令。覚悟しろ。ご命令を。お、もう出番か。覚悟せよ。我が命に従え。なんか元成だからな、どこにいるのかっていう怖さはありますからね。ゲチよ、何を仕掛けてくるのか。ゲチよ、始めよ。お、もう出番か。始めるぞ。ゲチ、ご命令。敵の居場所が全くつかめてないな。敵の居所つかみました。あ、いたね。ここにまずいた。放て。
してくれ。始めるぜ。ゲチュ、いざ進まん。ご命令。策のある者がいるようです。この策どう思う？我が策、ご覧くだされ。始めよ。敵の居所をつかみましたぞ。やりたい、前へ。今は引くぞ。策のある者がいるようです。さあ行こうぜ。ここは守るのだ。鉄砲隊がね、うまく機能しない感じにされちゃってるのが痛いかな。敵の挑発に乗っかっちゃった感じになってますからね、まあ、ただこっからね、一気に戦局を盛り返していきましょう。ゲチよ、始めるぜ。始めるぞ。この策で出し抜いてくれよ。ゲチュ、覚悟せよ。ゲチュ、さあ始めようか。ゲチュ、覚悟せよ。甘く見られたものだわい。油断大敵だぜ。付き合い、今ぞ。放て。まあ、数というよりか部隊数で押し切る戦いになりましたね今回は。今ぞ放て。まあ、かなりはこういうのを突破されちゃったね。人間は心得ておる。このまま逃がすと面倒なので元成を追撃しましょう。覚悟してもらおう。始めよ。この策どう？やりうる。叩き潰せ。よし、これで水戸屋城も取れるでしょう。対毛利戦はある程度戦局有利のまま、推移できそうですね。やっぱり気になるのが北条だな。かたじけない。使いの者が来たようです。毛利から交渉。お金戦ではちょっとね、講和できないよね。もうちょっとまとまったお金をね、用意してくれないと。報告いたします。先月の収支でございます。取引を行いましょう。ありがとうございました。我らの勝ちよ。勝ち時を上げよ。さあ、山吹城ですね。水戸城も取ってありました。山吹城を取ったこの軍勢でさらに軍を進めていきましょう。ほか11の城一騎か。だいぶ大規模な一騎だ。先月の収支でございます。取引を行いましょう。かしこまりました。包囲せよ。元成軍もね、なかなかやっぱり持っている領土が大きい分、一気に壊滅っていう状態には持ち込めないですね。今度は長雨で伊賀上野か。ちょっと関東の方が騒がしいですね。全体的に一気が起きたり長雨があって
おそらく収穫が減るんじゃないかな。かような策はどうだ。まあ、御用商人抜擢やりましょう。鉄砲はねバリバリ今までも買ってきているのを見ていただいていると思うんですが、その購入費用が下がるというのはありがたいですからね。この城もらい受ける。そしたら吉田郡山城ぐらいまで取りますか。吉田郡山といえば元就が最初に本拠地にしてたところですね。逃げ道を残すな。死ぬわけにはいかねえからな。片付けない。はい、というわけでですね、毛利元就の元本拠地吉田郡山まで攻めたところで、一旦ちょっと時間がいい時間になりましたので、今回はここまでにしたいと思うんですが、勢力図だけ見ておきましょう。ご覧の通り、まあ、山陰の方は大半を平らげつつありますね。このまま毛利を食っていきましょう。で、北条が相変わらずでかいんで、20万。で、伊達が9万。上杉が9万。まあ、これはね、伊達と上杉で、なんとか包囲網を敷いてもらうしかないかなっていうところですね。で、信玄の方も兵力が4万から6万まで多少回復してきてますね。で、肝心の毛利ですが、これが11万。で、勢力拡大中の長宗我部が20万。長宗我部ちょっとね、そろそろ始末つけたいなってとこですね。で、三好が2万でしょ。山名6万9000。で、信長が43万と。いうとこなので、毛利をある程度削り切ったら長宗我部に宣戦布告していく必要があるかなというふうに思います。というわけで今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。